重大発表ですけど、実は。お手紙とプレゼント先が決まりました。お手紙とプレゼントの送る先が決まりました。すごい嬉しいですね。はい、住所はここです。はい、でエリカはお手紙が大好きです。よく月に1回はおばあちゃんにお手紙とかよく書いてるんですよ。はい、意外と自分手紙とかは大好きで、お手紙とかね、届くのすごい楽しみにしています。もしお手紙とかが届いたら皆さんに返事の、お手紙とかね書きます。手紙書くのとか大好きなので、普段の感謝の気持ちとか、ちょこっと笑える軽いプライベートなど手紙に書いてお返事しようかなって思っております。お手紙待ってます、本当に。皆さんのできる応援は、ファンレター書いてエリカに元気をあげるとか、コメント書いたりとか、それだけ十分みんなから応援の気持ちがすごい伝わるし、皆さんから元気をいただくことができます。なのでもしよかったらエリカの応援よろしくお願いします。お知らせでございました。ということで今日のお知らせはこの辺で終わりにしようと思います。もしよかったらチャンネル登録やコメントよろしくお願いします。それで次回の YouTube でお会いしましょう。バイチャー。